こんにちは。あなたの理想不動産です。本日のルームツアーは、日新宿五丁目。日新宿五丁目駅は、都営大江戸線の乗り入れ駅で、新宿駅までは電車で4分、徒歩でも20分。渋谷、池袋、東京駅へは、1回の乗り換えで行くことができます。とはいえ、日新宿というと泣く子も黙る、日本有数のオフィス街。あくまでも、働きに来る場所であって、果たしてそんな場所で、暮らすことなんてできるの？とお考えの方も、多いかもしれません。ですが、実は西新宿五丁目駅周辺は、閑静な住宅街になっているんです。駅前の方南通り沿いには、ドラッグストアやコンビニがあって、スーパーは駅徒歩6分程度の距離に、マルエツプチ、サミットストア、ミニピアゴ。いずれも駅から、やや遠いところにあるので、仕事帰りにフラッと寄るのは、ちょっと難しいかもしれませんが、休日にまとめ買いすれば、そこまで不便は、感じないのではないでしょうか。また、西新宿というと、ザ・ビル街、ザ・人工物、というイメージですが、近くに新宿中央公園があるおかげか、公園の周辺は街路樹も多く、歩いていて気持ちがいい、エリアになっています。また、新宿駅が近いということで、気になるのが治安ですよね。確かに新宿駅前の、西新宿一丁目あたりから、歌舞伎町方面の治安は、まさに世紀末的な、治安の悪さなんですが、西新宿の、さらに五丁目まで来ると、犯罪件数も少なく、治安は良好。安心して暮らせます。資料によると今回は、プールのある生活が、遅れる物件とのこと。新宿のど真ん中で、プール？大都会、新宿で、そんな優雅な暮らしが可能だなんて、おそらく今回はなかなかの、ハイクラス物件でしょうね。ハイクラス好きの皆さん、期待してください。駅前の大通り沿いを歩いていたら、たどり着きました。今回、ルームツアーをさせていただく、西新宿五丁目駅徒歩5分の、プールのある生活が送れる物件。ここからツインタワーが見えると思うのですが、今日はこのうち右側のタワーにある物件を見学します。駅から大通り沿いを歩くだけで来れるので、女性の方でも安心して通勤できそうです。ちなみにこのタワマン、デザインをしたのは日本を代表する建築家の黒川紀章氏だったりします。マンションのエントランス付近にはロータリーがあり、地下駐車場も完備されているので、マイカー持ちの方もご安心ください。中に入るとこんな感じ。天井が高く、開放感のある空間になっていて、まるでホテルです。またこのタワマンの入居者の方は共用施設を自由に利用できるんですが、その共用施設がたくさんあるんですよ。まずはなんといってもプール。出た、プールのある生活。夏の暑い日なんかは、プールで人泳ぎしたくなりますよね。それが、自宅にいながらにしてできるなんて、最高かよ。そしてプールがあるなら、当然ジムもあります。日頃の運動不足は、ここで解消しましょう。ジム通いが長続きしない方でも、同じ建物内にジムがあれば、さすがに通うんじゃないでしょうか。体を動かしてかいた汗は、湯船に浸かって流したいですよね。ということで、なんと温泉もついてます。大浴場に浸かりたいと思ったら、すぐに疲れちゃうだなんて、このタワマン、入居者をどこまで甘やかしてくれるんでしょう。さらに防音環境の整ったピアノルームや、でかい和室など、入居者のニーズに合わせたお部屋も、使い放題。控えめに言ってすごすぎます。この物件を見学してみてはいかがでしょう。あ、肝心の物件紹介がまだでしたね。あまりの充実ぶりに共用施設を紹介しただけで、すっかりルームツアーを終えた気でいました。小山田湿系。今回お邪魔するのは13階にあるこちらの単身者用のお部屋なんですが、ルームツアーさせていただくにあたって、皆さんに先に2つお伝えしておくことがあります。1つ目は退去直後で未清掃の状態であるということ。2つ目は通電してない状態なので部屋が暗いということ。
こればっかりは、当日その物件に行ってみないと、わからないのが辛いところですが、この2点を考慮に入れて、ご覧いただければと思います。それでは早速行ってみましょう。あなたの理想不動産。いざ、入室。玄関右手の扉を開けると、タワマンあるあるの、シューズインクローゼット。天井から床まで、ぎっしりと靴を保管できます。棚は可変式なので、ブーツなど背の高い靴も問題なし。右脇には、傘立てもついています。シューズラックまでの空間も、そこそこあるので、キャリーケースなども、置けそうですね。足元にはコンセントがあります。ちなみに先ほどからチラチラと、カメラに映っている白い物体は、ホコリです。心霊現象や超常現象の類では、ありませんのでご安心ください。シューズインクローゼットの隣には、なんとシューズラック。棚には観葉植物なんかを置くと、玄関周りが華やぎますね。上はブレーカーになっていて、シューズラックは可変式の3段でした。私なんかは、革靴とサンダルしか持ってないので、このシューズラックだけで十分です。シューズラックの向かいには姿見。姿見の右隣の扉を開けると水回り。トイレは今流行りのタンクレスで、温水洗浄便座付き。操作パネルの下には、ペーパーホルダー。洗面台は洗面器と同じ幅の、大きな鏡が取り付けられていて、身だしなみのチェックなんかも、しやすそうですね。洗面器は横幅にも余裕があるので、よく使うハンドソープや、化粧品を置いても困らなさそう。下の収納も配管がすっきりしていて、収納力は抜群。壁にはタオルホルダーと5段の棚。これだけ収納スペースがあれば、水回りで収納に困ることは、ないでしょうね。もちろんコンセントもあります。では、浴室を見てみましょう。浴室のドアはバスマットや、バスタオルをかけるホルダー付きで、このドアを開けるとこんな感じ。浴槽は必要十分な大きさで、ブラウンの壁が、高級感を醸し出しています。鏡の下には、大理石でできた棚があって、鏡の横には2段の棚。浴槽は地味に嬉しい、手すり付き。天井には物干し竿があるので、浴室乾燥を使った時は、ここで干しましょう。鏡の向かいにはタオルかけ、浴槽付近には給湯器がありました。水回りの斜め向かいにはキッチン。単身者用にしては、かなり広いシンクですね。壁には給湯器。ウォールキャビネットは、観音開きで幅のある3段と小型の2段。シンク下のキャビネットはこんな感じ。奥行きがあるので、収納力は見た目よりも高そうです。奥にはコンセントもありました。コンロは3口。単身者用のマンションで、3口あるのはかなりレア。これは料理好きの方には、嬉しいんじゃないでしょうか。コンロの上にはレンジフード。下にはグリルもついています。その隣には3段の引き出しがあり、一番上はカトラリー用。グリルの下には観音開きの、大きなキャビネットがあり、圧力鍋などの大きな調理器具も、しっかり収納できそう。その右には細めの2段収納。キッチンの前景はこんな感じです。おや?キッチンの向かいには謎の扉が。食器棚か何かかな?と思いきや、洗濯機置き場でした。その隣は冷蔵庫置き場。時々、視聴者の方から、壁に貼ってある赤いテープ何?っていう質問が来るんですが、実はこれ、退去時に管理会社さんが、破損部分として、マークしている部分なんです。皆さんが退去した後も、こんな感じで、赤いテープが貼られてるんですよ。この仕事してないとわかんないですよね。冷蔵庫置き場には、コンセントが2つ。しかも電子レンジ用、冷蔵庫用と、親切にわざわざ書かれていますね。ただ、見た感じそこまで、広いスペースではないので、冷蔵庫を設置する前に、幅の確認は絶対にしておいてください。めちゃくちゃ重い冷蔵庫を、13階まで運んできたのに、設置できなかったら、引っ越し業者の方が泣いちゃいます。この幅を見ると確かに単身者用って感じがしますなぁ。
それではいよいよ、リビングに行ってみましょう。こりゃあ広い。一人暮らしには、なかなか贅沢な広さですね。ドア付近の壁には、インターホンがあり、ぐるっと回ってドアの隣は、大きなクローゼットになっています。クローゼットのポールが、逆正の字になっていました。私自身初めて見る、不思議な形ではありますが、これ結構便利そうですね。トップスとボトムスを、上下で分けて吊るせるので、服のコーディネートが、しやすいんじゃないでしょうか。ポール上は棚になっています。ちなみにこのクローゼット、私がすっぽり入れるぐらい、背が高いのでロングコートなどを、吊るしてもシワになりません。このリビングにコンセントは3箇所。リビングの前景はこんな感じです。天井を見ると照明が2つあるので、夜もしっかり明るそうですね。窓の手前にはエアコンがあって、こちらの壁には、1本レールが走っていて、フックがついています。いわゆるピクチャーレール、というやつですね。絵画以外にも、観葉植物やバッグ、洋服など、部屋をおしゃれにできそうなものなら、何でも飾っちゃいましょう。ピクチャーレールの手前には、ダウンライトがありました。最後にベランダに出てみましょう。さすが日進塾。目の前がビルで、埋め尽くされています。ベランダ自体は、すごく広いですね。右を見ると都庁が見えました。こちらで今回の、ルームツアーは終了です。部屋の広さもさることながら、共用施設の豪華さが魅力的な、タワマンでしたね。場所柄、職場へのアクセスも、抜群でしょうから、できるだけ通勤時間を減らして、自由な時間を作りたい、という方にはおすすめと、言えるんじゃないでしょうか。日進塾5丁目駅徒歩5分の、プールのある生活が送れる物件。この部屋を、見学してみてはいかがでしょうか。この部屋の間取りはこちら。これからもプール付きのタワマンを、次々に紹介していきますので、チャンネルを応援してもいいよという方は、チャンネル登録と、高評価をお願いします。このチャンネルで紹介しきれない、有料物件も多数ございます。新着物件もどんどん更新されますので、物件好きの方、引っ越しを検討の方は、概要欄から、あなたの理想不動産公式 LINE を追加して、お問い合わせください。では、また次回のルームツアー動画で、お会いしましょう。